じゃーん。じゃーんと、さあ、春は卒業、そして入学のシーズンというわけで、はい。はい、我々はそれぞれの、まあ、学生時代の格好で現れたというわけですな。はい。学生服だったんですか、池上さんは。入学式の時は学生服でしたけどね。帽子もかぶりました？覚えてないです。はい。まあでも卒業の時はもう全然あのこんなあの服装なんかしてませんでした。何着ました？ね、卒業式はなかったので、また後でおいおいその話をしますけど。卒業式はなかった。はい、はい、で増田さんはそれは。私はですね、バブルの頃に女子大生をしてですね、はい、卒業したもんですからね、当時こんな格好をしてた、トレーナーを着て、はい、まあ、なんかポロシャツとかね、こうシャツを着て、で膝ぐらいの丈のスカートを履いて、ちょっとハイソックスじゃないんですけど、当時私よくハイソックスを履いて、なるほど、はい、ローファーを、はい、あの履いてたんですが、はい、なんて言ったって今も流行ってるこのポシェットです。はいはいはい、これ30年以上前のなんですが、はい、シャネルなんですよ。なるほど。まあ当時の女子大生はそんな格好してたんですな。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、こんな格好をしながら改めてこう私たちの卒業あるいは入学どんな生活だったのかって話を振り返ってみましょうか。はい、池上彰と増田ユリヤの YouTube 学園。さあ、じゃあ増田さんの卒業式の写真を、貴重なものですけどね、はい、見たような見たくないような。大丈夫です、今と全然違いますから見ても。でこちらです。はあ、確かに確かに女子大生でございますね。はい、はい、やっぱりそうか、こういう格好もするようになってたんだね。私の時には、うん、私これ上に着てる着物は成人式の時の着物なんですね、うん、おいおい。でも私の時にはピンクとかオレンジとかクリーム色とかそういうあの着物を着て袴を履くっていうのは可愛らしい、うん、ことだったんですよ。でも私は絶対にそういう色が似合わないと自分で思ったので、うん、でもうあの自分で持ってた着物に、はいはい、袴だけ借りたということだったんです。どんな学生時代でしたか？私ですか？はい、そうですね、真面目でしたね。あの例えば大学1年生2年生ぐらいの時には日本史研究会っていう研究会に入ってたんです。だからお昼もご飯も食べずに食日本義の漢文の原典を先輩について一行ずつ読むっていう。なるほど。クラブ活動でもそれやってたわけね。はい、やってました、はい、それ私が自分で入りたいって言って入ったわけじゃなくて、大学の先生が入れといたからねって言われて、最初考古学をやりたいと思ってたんです、ね、うんうんうん、そしたら体力的に無理だろうと、うん、あのユンボのように土を掘れないような人間はなかなか難しいから。なるほど、はい、ユンボって分かりますよね。分かりますよ、ね、はいはい、でだからあの発掘調査で上がってきたものを見て、うん、歴史を分析するっていうことをした方がいいって言われた。あ、なるほど。ただその先生からアルバイトは、その考古学のアルバイトを紹介されて、あの神奈川県立の埋蔵文化財センターというところで4年間、うん、あの例えば土器とかいろいろありますよね、うん、そういうものをこうきちっと計測して測って図面に落として、で報告書っていう、まあ、本を作るっていう、うん、そのアルバイトをしてた。はあ、それはそれでやっぱりそのなんていうか蓄積になってるよね。そうですね、あの、うん、面白かったですよね、うん、だから人間がこう生きてきたっていうか、例えばお皿とか出てくるわけですよね、うん、でお皿にちゃんとほら指でこうやってねこねた跡がある、その指を一個一個測るんですよ、こうやって。はあ、なるほど。そうすると指の重なり方で右利きだったか左利きだったかみたいなことまで分かるっていう。はあ、なるほどな。警察の鑑識みたいだな。そうですね、池上さんと共通してるかもしれません。いやいやいや、だからろくろみたいにこう回して糸で切るっていうやり方をしている器はちゃんと糸で切った跡があるから、それで時代も分かるとか。へえ、いやもう本当にいろんなことが分かりましたね。耳かきが出てくるとか。あの時代にも耳かきがあった。鎌倉時代のちょうどその頃って JR の鎌倉駅の駅舎の工事をしてたんですね、うん、でそこを壊すっていうことは下を掘るっていうことで、うん、掘ると何か出てくるわけですよ。なるほど、はい、うん、でそこからそのいわゆるまあ器とかそういうものもそうなんですけど、中国のね塗り物とか、うん、
だからあの日宋貿易なんてやりましたけども、うん、ああいう時代のこう、うん、政治とか陶磁とかそういう器の破片が出てきたりとか、うん、あと耳かきの、その木製品ですよね、うん、耳かきが出てきたりとかサイコロが出てくるとかね。なるほど、日宋貿易って言ったら宋のからのお金は出てくる。そう、宋銭もあったと思います。宋銭もあったからね、うん、だからそういうものがこういろいろ出てきて、うんうん、それはそれで面白かったんですよね。はあ、真面目な学生生活でした。地味ですよね、相変わらずやってることがみたいな。はい、そんな学生時代でした。そうでしたか。はい、で池上さんはどうだったんですか。私の時はというか、いわゆる学園紛争というか学園闘争の真っ盛りでね、はい、とにかく入学の時は東京大学と東京教育大学の入学試験が中止になったという。東京教育大学って言っても今ピンとこないかもしれませんけど、筑波への移転をめぐって学生がみんなストライキに入った、うん、まあ、現在の筑波大学になるわけでね、はい、その2つの大学の入学試験がとにかくなくなってしまったって大混乱の中で、まあ、大学入ったんだけど、もう入った途端だよね、全国の大学がまた、当時政府が大学立法って言って、その学生紛争を抑えるための法律を作ろうとして、それにみんなが反対して、全国の大学が次々にストライキに入るという様子で、俺の場合も大学入って数ヶ月授業が始まった途端もうストライキに入っちゃって、もう今の人は分かんないね、バリケードストライキと言って、教室から机や椅子を全部出してきて、入り口にわっと積み上げて、教職員が入れないようにして学生が自主管理をする。だから授業が全て止まってしまうという、それが続いたわけだよ。だからその教訓から今あの各大学は机と椅子はみんな床に固定してあるよね。固定してありますか。もう今の大学をみんな机や椅子が今ってどのいつ頃からなんですかね。いつ頃からかね。だからそのいわゆる学生運動の花開き頃はみんな机や椅子を外に出してバリケードに使われちゃうから、うん、いわゆる学生運動が収まってから、あるいは新しい校舎を作るときにはそういうやり方になってきてる。あ、そうかもしれません、うん、私大学の古い校舎は長椅子で、うん、長机で移動ができたんですよね、はいはいはい、ただ新しい校舎が作られると、うん、きっちりこうなんか狭苦しいこう個体された確かにそれだ、バリケードに、はい、使われないようにした、はい、でだからもう全然授業がないからもうしょうがないよね、自分一人で、まあ、経済学部だったから経済学のこう勉強をするとか、とりあえずクラスで、仲良くなったあの仲間と一緒に、喫茶店で経済学の本をみんなで一生懸命読んで、読書会やって勉強するという、そんな感じだったよね、うん、読書会とパチンコ屋さん行ったのとどっちが多かったですか。あ、それはパチンコ屋の方が多いですね。でその後がストライキが終わった秋になると授業がまた始まるわけだよね、うん、ずっと当時はよく休校ってあるわけだよね、はい、今ね大学の先生が休校すると必ず補講しなければいけない、あるいは学生が補講してくれって言うんだけど、当時は休校って出るとみんな大喜びするわけで、今だとねネットでもあらかじめ、何年の先生の休みって事前に分かるでしょ、通知が来るから。当時は行かないと分かんないわけだから。私の時も行かないと分かんなかったですよ、うん、だから張り紙を見て、うん、だから早々出してくれる先生はいいですけれども、うん、当日出す先生もいるから行って、あ、ない、そう、わー、やったやったーつってすぐそのままパチンコ屋に、直行っていう、そういう日々でしたね。じゃあ卒業式ってどうだったんですか。大学のこれはね、また大学4年の時に今度大学の学費値上げの話があって、まあ、もちろん4年生に関係ないんだけど、その後新たに入ってくる学生から、学費を値上げするということに対してみんなが反対して、ストライキがずっと続いたんだよね。で本当にこの前ではもう全員卒業できない留年のギリギリみたいなところでストライキが解除されて、それからまあ詰め込みの毎日の授業がずっと続いて、でも大混乱の中で卒業式が中止になって、そもそも卒業式なかった。なかったなかった、うん、本当にそういう大混乱の中で卒業したって感じだよね。うん、なるほどね。就職活動はどうしたんですか。あ、就職活動は大学4年のあの頃ね、この就職協定っていうのが始まってて、マスコミだけ就職協定を守ってたのね。うん、だから7月1日解禁になるので、はい、7月1日にまず学科試験を受けて、うん、学科試験に通ったらその後面接という、うん、そういうルールになってて、ただし結構景気が良かった頃だから、うん、例えばクラスの中でも成績優秀なやつは3年の終わりから4年の初めぐらいに銀行なんか次々に就職の内定もらってたよね。うん、
でだから成績の優秀なのはまず銀行に内定し、うん、その後生命保険とか損害保険、うん、でその後が商社、うん、で本当に成績の悪いのはもうマスコミしかないみたいなね。そういうのは青田買いって言うんですか。ああ今で言うところの青田買いだよね。確かにね、最初の方に決まっちゃうっていうのは、うん、そう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 、うん、周りの連中はどんどんこう決まってったけどね、うん、やっぱりマスコミはなかなかそんなにすぐには採用試験ってやらなかったから、うん、そんな感じだったけど。なるほど、うん、でここに池上さんが社会人1年目の写真があるんですよ。はい、何ですかこれ。これは NHK で入って初任地が島根県の松江で、うん、松江放送局でまずは警察周りからするわけね、はい、これ島根県警察本部の記者クラブの写真ですね、うん、だから俺が22歳の時だな。なんかすいませんいいですか言っても、うん、スカしてますよね。なんすかそのスカすって言葉も死語でしょう、ね、いやいやだからこの当時で言うとスカしてる。ああまあまあ確かまあね、はい、70? うん73年、1973年で、ね、ですよね、はい、私小学校2年生になったばっかりなんです、はい、その時。あそうだから横にちょっと映ってるのは、はい、朝日新聞と読売新聞の記者です、ね、こちらの、はい、そうそうそう地味じゃないですかこの2人は、まあ、なんで島根県まで行ってこの白の上下にブルーのシャツなんて。なんですかその島根県まで行ってという言い方になんとなく差別的ですよ。でもそんなことないですか。あやっぱりね警察回るっていうと自分をアピールしてこういろんな人たちが困ってるわけでしょ、このとにかく会社名と名前を覚えてもらわなければ取材活動にならないわけでね、はい、なんとかアピールしようって思いがひょっとするとあったのかもしれないけど、ね、それ照れ隠しですか。いやいやいや、はい、でも随分素敵じゃないですか。いやいやいや今も素敵ですけどね、まあ、取ってつけたようなことを言いますが、はい、でそういう増田さんは、はい、社会人になって学校の先生になったんだよね。はい、で学校の先生になって、あ卒業式の写真が何枚かありますけど、はい、これ卒業式の卒業式というのはつまり教え子の卒業式、はい、はい、ですね。でこれは卒業のここに黒板に卒業式の時こうやって歩くのよっていうのがここに書いてあるんですけど、うんうんうん、この隣に写ってる子は、はい、もう名前も覚えてますけど、はい、卒業する子ですね。翌日が卒業式。何松田先生一緒に写真撮ってくださいとか言われても、あもう授業が最後だとみんなそうやって撮ってましたよ。これもそうですし、例えば、ああ本当だ。でこれはつい 3、4年前 4、5年前に、うん、池上さんと鹿児島にほら、はい、講演会行って、はい、うん、私の楽屋に教え子ですって来たね、はい、来たでしょ、うん、あの時にこれもらったんですよ。なるほど、この写真がありますとか言ってわざわざこんな手作りのね、はい、額みたいにしてこれくれたんですよ。はい、こんないやだからの人気だったわけね。いやいや別に若いっていうだけでみんなほら自分と近いからお友達みたいな感覚で写真撮りたいとか、うんうん、言って撮ってあれしたんですよね。でこれもそうですし、うん、この時もそうですよね。これ最初に勤めた学校の子たちなんですよ。で次の学校に勤めた子たちの写真は、まあ、これちょっとこれはもう当時ねセピア色にこうやって焼くのが流行ってわざとね、はいはい、でこれ女の子でしょ、うん、でこれ池上さん私すごい色のスーツ着てるでしょはい、何ですかこれは。はい、これを着て私ここの学校の面接に行ったんですよ、はいはい、なんでこんな格好してたのかって話だよね。なんでこんな格好って、うん、私NHK の仕事を始めていたので、うんうん、でね、それは別のものを見てもらうと YouTube もありますけれども、はいはい、うん、学校の仕事を始めて3年目から NHK の仕事をしてたので途中で仕事があるわけですよね、ロケとか、うん、あ、はいはい、で当時は割合原色のもの着てましたよね、うん、そんなことないですか。あ結構はみんなリポーター派手な格好してて色のはっきりしたもの、うん、本当に原色の服を着てそれでやってたので、うん、で私これ黄色い の、うん、画面の写りがいいからこれ買ったんですよ、うん、実は建造のなんですけどねこれ、はい、で下はこれね襟と同じ茶色いベルベットの膝丈のスカートだったんです、うん、でも社会人ってスーツを着てればきちんとしてるっていう、うん、私としてはそういうつもりだったので学校ね最初に勤めた学校リストラでクビになるんですけれども、うん、でその次の学校に面接に行くときにロケがあったんですよね、うん、面接の後にだからこの黄色いスーツ着てたんです、うん、でも何の疑問もなかったんです、うん、だけど普通学校の教員の採用試験にこういうド派手なスーツ着てくると学校側がびっくりするよな。ド派手ですか。はい、ド派手です校長先生がその後私を入れなかったら許さないの勢いで来たと、はい、
でその黄色いスーツでおかしかったっていうのがバレるのが、うん、私が結婚式の披露宴の時にその校長先生がスピーチをしてくれた時に初めて黄色いスーツで面接に来たのは最初で最後です増田先生がって言われて、その時まで気がつかなかったんです、私自分がおかしかったなるほど。実は当時もう、何あの人って思われてたってことがようやく分かったわけね。何あの人とは言いませんでした、校長先生は。いや校長先生は言わなくても他の先生たちは言ってたかもしれないよ。超男女の人と言って、はい、いやそれ言ってたものと思います。はい、ね、はいはい、そうだと思いますよ、ね、でその時のね結婚式の時に私たちの教え子にこの池上さんがねインタビューをしてるという、これ、はい、池上さん40代半ばですよね。確かに、はい、はい、増田先生ってどんな先生だったかって、はいはい、俺がマイク向けてインタビューしてます、はい、この時ほど嬉しそうな顔していただきました、ありませんでした。女子高生たちに話を聞くときすごい楽しそうだったんですよね。何を言っとんだか。いやいやいや、で、はいはい、あとはその、まあ、似たような時期ですが池上さんと私があの一緒に仕事した時のこの写真がここにあるんですけど、はいはい、これそれ NHK 横浜放送局で、はいはい、これ番組が終わった後の打ち上げだね、会議室かなんかで打ち上げした時の、はい、でみんなで撮った記念撮影の写真、はい、これ3月ですね、書いてありますけど、はい、3月4日とか書いてありますけど、はいはいはい、そう来た時ですね。俺はだって40ぐらいか。そうですね、40そこそこですよ ね、 だよね、私だって20代半ばですから。この頃からこう2人が、ね、知り合っていろいろ仕事をする、してきたってことですな。こんなことになるとは夢にも思ってませんでしたけどね、30年後に。何ですか、はい、その言い方。はあ、まあそうですね、はい、まあ、こんなことを経て、はい、やってきましたけど ね、まあ、だからね今のね、まあ、の卒業式あるいは入学式の人たち、まあ、本当に一緒に一度の、ね、こうまあ、華やかだったりいろんな思いがあったりして、中にはこう不本意な入学とか入社なんて人も中にもいるかもしれないけど、こうやってね今になってみて振り返ってみるとみんないい思い出になるよね。そうですね、私なんて不本意なんてもんじゃなかったですからね。あの私はバブルの頃だったのに就職活動一切しなかったという人間で、いやあの社会科の教員になるか、ね、博物館の学院になるかなんてやってたんですが、うん、就職が厳しかったのでそういう分野は、うんうんうん、だからあの卒業式の翌日に電話がかかってきた私立の学校にそのまま入ったっていう、うん、だからあの自分で選ぶも選ばないもなくて、そこと縁があったからとりあえず行ってみたら大変な学校だ。でその大変な学校を辞めようと思って、あの事務職かと思って応募したのが NHK のリポーターの仕事になっちゃったみたいな、はい、人生思った通りに全然なってませんね。まあだけど本当に人生何が起きるかわからないというね、うん、これはこれでいいんじゃないですか。池上さんはね思った通りに多分言ってると思うんですよ。いやだって俺の場合はね、最初は実はほら某民放にね、赤坂に本社のある、まあ、名前は言わないけど某民放が密かにこう採用試験をやろうとしてるって話を聞いて、ね、受けさせてくれって押しかけたんだからね、入れてくれじゃないからね、受けさせてくれって赤坂まで行ったら社員の推薦のない方は受けることができません、要するにコネ採用しかなかったというわけでね、だから受けることができなかった、うん、ああでもその結果、まあ、NHK にあの入れて、今のが自分があるのかなと思うと、その本当に、コネのある人しか誰もダメですって門前払いになったことが良かったことなのかなと思う、ね、優秀だということを言いたいのかなというふうに思いますけど、そんなことは全然ないけど、まあ、当時の民放は、ね、各局みんなあのコネがないとそもそも受けられなかったんだよね、はい、まあ、だから人生ね、その今はね状況とか、まあ就職試験のやり方まで全然違いますから、うんうん、どうなるかは分かりませんけれども、うん、でもねあの一つ一つやっていけばね、そういつの間にか、うん、はい、後になってみると、ああね、ああよかったよねってこう言えるような人生歩んでいただきたいなと思いますね。池上さんはどうですか、私と出会ってここで。ああノーコメント。はい、じゃあここで、はい、ここまでしました。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ポチッとね、いろいろなものがまだ上がってますから、そちらも見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。